流門岳は、奈良県の宇田市と吉野郡吉野町の市町境にある、山で、流門山地に属している。流門岳あるいは、流門岳と表記されることもある。日本三百名山の一つに数えられる。奈良盆地と吉野を分け隔てる、高見山西側の流門山海の手法であり、木の川水系の支流、津風呂川と淀川水系の支流、宇田川の分水霊場にある。かつて、 吉野川の中原には、龍門滝付近には、太平記で有名な楠の木正幸の妻、弁のうち、町が世を忍んで住んだと伝えられ有限な雰囲気を誇った龍門寺が建立されていたが、応人の乱を機に廃寺となり、現在では遺跡が名残を留めるのみである。また龍門滝のそばには、根尺物語集で、名高い久米仙人が修行した岩や跡もある。 北西側の細峠付近には、元禄元年に、松尾芭蕉が吉野を訪れた際、四濁碑が建てられている山頂には、高見結び人を祀る祠があり、一等三角点、龍門岳が設置されている。山頂からの展望は西方に開けており、不県境に位置する、葛城山、金剛山などが一望できる。 円形山頂南側の吉野山口神社から、龍門滝及び、龍門寺石を経て山頂に至る。また北側の桜井側からも登山道があり、不動滝から大峠及び水戸峠を経て山頂に至る。ありがとうございます。